ウォルト・ディズニー・カンパニーディズニー・パークス・エクスペリエンス・プロダクツウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートは、アメリカ合衆国フロリダ州オーランドの南西に位置するウォルト・ディズニー・カンパニーが経営するディズニー・パークとディズニー・ウォーター・パークを中心とし、世界最大のディズニー・リゾートである。ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの面積は、 1> 約1 1 0キロ平方メートルであり、東京の山手線の内側2つ分が丸ごと入ってしまうほどの巨大なリゾート群となっている。WDW 内は4つのディズニーパーク2つの、ディズニーウーターパーク6つのゴルフコース20以上のリゾートホテル、ショッピングモール、運動場等を含み、小型都市と同格な機能を持つ。また開業から現在に至るまで、 多くの観光客が訪れるリゾート業界の先駆け、トップ的存在となっている。その結果、テーマパークの域を超えて、アメリカ文化の象徴としての側面も持っている。ウォルト・ディズニー、ロイオー・ディズニー、当時のフロリダ州知事ヘイドン・バーンズ、ディズニーワールド建設の発表会見にて1959年、ウォルト・ディズニー・プロダクションは、ディズニーランドの来客者数が順調に増加していった。 ことを踏まえ、第二のディズニーランドを作る計画を発案。その建設地を探し始めた。当時の調査によると、カリフォルニアにあるディズニーランドには多くの客が訪れていたものの、東海岸から来る客は全体のわずか5%だった。この当時、東海岸は全米の75%の人口を有しており、まだまだ客層を広げるチャンスがあると考えた。さらに、 ウォルト・ディズニーは、ディズニーランドの名を使って商売するとの企業に嫌気が差し、周囲の環境までコントロールできる巨大な土地を求めていた。1963年11月、ディズニー社は候補をいくつかの土地に絞った。そして出地帯のため手を出す人は少ないため土地の値段も安く、近くで高速道路や空港が建設途中だったフロリダ州オーランドに決定した。しかし他社に、 フロリダプロジェクトと呼ばれるこの計画を知られないよう、土地の購入はいくつもの身代わり会社を用いて行われた。しかし、ほとんどが沼地である、この地に大規模な施設を建設することは容易ではなく、まず大規模な土壌改善が必要だった。ディズニーランドで起きた失敗の一つとして、キャストがゲストに姿を見られないよう移動できる通路が足りなかったため、 エリアの設定とは異なるキャストが移動のためそこを通り世界観を壊すというものがあった。そのためディズニーワールドでは地下にキャストや物資を移動させるためのトンネルを作る必要があり、湿地帯の土壌はトンネル建設には全くと言っていいほど向かなかった。こうしたこともあって工事の計画は当初の予定よりもはるかに大規模なものへとなっていた。 また湿地帯は大規模な考えが行われ、運河によって水はけが良くなり、その流水はフロリダ南部のエバーグレーズ地方の水不足を解消した。一方ウォルトはこの土地を使ってただの第二のディズニーランドではなく一つの都市を作ろうと考えるようになっていった。多くの孫を持つようになっていたウォルトは彼らが安心して暮らせる清潔で、 犯罪の少ない理想都市を求めていたのだった。さらにこの頃に開催された1964年、1965年、ニューヨーク世界博覧会にディズニーは複数のパビリオンを出展し、いずれも大盛況となった。それによってウォルトは自身のエンターテインメントが東海岸の人々にも受け入れられていると確信し、都市計画を進めることに決めた。 彼は、この計画を、実験的未来都市、エップコット、エップコットイコールエクスペリメンタル、プロトタイプコミュニティオブトゥモローと名付け設計を始める。1966年10月、ウォルトは、マジックキングダムの周辺に、巨大な都市を作ることを説明するビデオを制作した。このビデオの中で使用された模型は、今もマジックキングダムで展示が行われている。 建設予定地を視察するロイオーディズニー計画が順調に進む矢先、1966年12月15日に肺がんによってウォルトが死去する。ウォルトの兄、ロイオーディズニーは弟の意志を引き継ぎ、退職を延期して建設を視察するなどした。また、転換謝罪を大量に発行して、無借金で莫大な建設費用を調達した。しかしウォルトが夢見た。 エップコット計画は、ウォルト抜きでの実現は、難しいと考え、未来というテーマだけを残した、新たなパークを作ることにした。そして1971年10月1日、ディズニーランドのフロリダ版とも言えるマジックキングダムを、各に、ウォルトディズニーワールドは開園。その際、ロイは名称を、ディズニーワールドから、ウォルトディズニーワールドに変更している。その理由として、フォード社の名は、 皆が知っているがそれを作り上げたヘンリー・フォードの名を知る者は少ない。しかしウォルト・ディズニー・ワールドがある限り、世界中の人々がこれらを作り上げた男の名を知るだろうと開業の際に語っている。ロイは、その後1971年12月20日、ウォルト・ディズニー・ワールドの開業からわずか3が、月足らずで息を引き取った。ありがとうございます。